皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの塾対象説明会のお知らせをします。日時内容はまず令和4年の9月29日の木曜日と30日の金曜日、この2日間を行います。どちらも内容は同じです。そして第1部と第2部に分かれているんですね。第1部というのは学校にどんな、コースがあるとかね、学校はどんな学校ですよというのを説明すると、第2部は、進路こんな風になっていますと、そしてまあ入試はこんな風になると、こういうお話をするんですけれど、まあ学校に何度も来ていて、説明会に何度も来ていて内容が分かってるって人は第2部から出席すると、学校の内容についても知りたいという人は第1部から第2部まで出席すると、こんな風な形になっています。まず第1部、受付は9時45分から10時15分、説明が10時15分から10時45分、内容は学校の紹介とコースの説明、どんなコースがあるかという説明ですね、これがあります。第2部は受付が10時45分から11時の間、そして説明は11時から11時40分、こうなっています。どんなお話があるかというと、進路実績等とか、近況報告、どんなこと、最近はこんなことがあると、こんなふうになっている、そういうことですね。それから、一番大切な令和5年の募集、ね、高校受験に関するものですね。そこで具体的なコースと、そのコースだったらどのくらいのレベルの子が入れますよと、こちらのコースだったらどのくらいのレベルの子が入れますよ、受験できますよと、そういう具体的な数字を使って説明が行われます。東洋高校、まあ併願でもね、単願でも受験するお子さんがいると、受験する、生徒さんをもちろん塾さんはぜひ参加してみるといいと思います。で、申し込みはですね、申し込み用紙が届いている塾の方は、これ申し込み用紙に必要なことを書いてファックスで9月の15日までに送ってくださいということです。15日が締め切りということですね。この申し込み用紙が届いていない塾の方は、直接東洋高校さんに問い合わせをしてみてください。申し込み用紙送ってくださると思います。今回は沼津市にあります東洋高校、この塾対象説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。